はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回はね、こちらの三連シガーソケットを紹介したいと思います。 USB ポート付きだよね。はい、ででーん、今回はね、ほら綺麗でしょこれね。 LED でね、光るんだよこれ。3つのシガレットライターって書いてある。シガレットライターソケットね。はい、まあ今だけでもここにライターつけてる人いないよね。はい、リアル USB ね、あのスマホなんかの充電なんかでね、役に立ちます。はい、でこのね、シガーソケットは3つの個別のスイッチがついているので、オン・オフすることができます。はい、そしてここね、デジタル電圧計がついております。今どんぐらいなのかな、バッテリー元気かなってことでね、見ることができます。はい、そしてこれね、 LED なんだけども、まあ、あの綺麗に光るんだねこれね。本当これカラードルック綺麗なマッチします。ああ、マッチします、マッチしますっていうこと。これはついてないよね、これはね、これはついてないよ、付属してないよこれはね。これはなんでこれについてるの、なんでついてるのこれ。こういうのに使えますよっていう例ではね、これ紛らしいよねちょっとね。はい、シールから無理セット可能ということで、まあ、何かの表紙で表示が飛んだら交換できますよっていうことですね。はい、で電源コードはね、70センチ長めですよっていうことです。はい、製品の説明ね、ここにソケットが3つあって、 USB が2個あって、それぞれ独立ボタンでオンオフがありますよということです。ここに電圧のね、表示がありますよということです。はい、こんな感じでかっこいいよね。で、いろんな車に対応しています。はい、じゃあ実際に見てみましょう。さあ、こちらご覧ください。はい、それではね、これ買いました。開封していきましょう。パッケージはね、こんな感じになってます。はい、でビニールコップをされてるんでね、これまずビニールを取りましょう。よいしょ。はい、じゃあナイフでね、ぐーっと開けちゃいたいと思います。はい、ビリ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 。はい、じゃあ中開けます。よいしょっと。はい、いくよ。せーの、てるってーん、トゥルットゥー。はい、そんなわけでね、こんな感じで出てきました。で、これがマニュアルかな。ね、日本語、ジャパニーズランゲージはあるかな？よっ。ね、見たところ、ジャパニーズランゲージはありません。ね。なので、直感で使いましょう。こういうのはね。はい。で、3M の両面テープがついてます。まあ、いろんなところにね、ダッシュボール。よく拭いてから、ね、アルコールかなんかでこう拭いてからペタッてやると 3M だから丈夫です。これね。はい、それでこれが本体になります。まあ一応ベロベロついてるんだね。はい、3連です。3連これね。はい、そしてこれがシガーソケットを入れる方なんだね。でね、ゲゲナオジの車ね、デミオなんだけど、トヨタとマツダってね、違うんだよね。車との相性があるんだけど、で、トヨタとかね、ああいうビーチとかそういう車だと、スコーンってこう入って認識するんだけど、マツダの場合ってこうちょっと深いんだよね。微妙にね、ほんの数ミリね、当たらないとか、認識しないとかっていうのがよくあるんだよ。だこういったアイテムって、元気なおじいデミオでやってるんだけど、デミオで認識すると、だいたいいろんな車種で認識するんだよ。でね、ビーチとか、ああいう車でね、使えてますねって言っても、マツダみたいな車持ってくると、あれ、接触いかないとかって。これ結構昔から有名な話なんだけど、全部メーカー同じじゃないんでね。とりあえず、おじいのデミオで使えるかどうか。まあ、ここ楽しみだね。はい。で、これね、一応綺麗にこう、ペロペロついてるんで、はい、ペロペロ取りましょう。はい。かっこいい。とにかく、かっこいいね、すごくね。うん、ここもちょっとね、取りましょう。はい、左回りで取ります。はい、こんな感じ。まあ、長さこれぐらいね。長さはこれぐらい。で、あ、今すごいなと思ったのが、シガーソケットにこうやって入れたときに、ポンって入れたときに、ここの部分をよくこうなってるのが多いんだけど、これ邪魔にならないね。これ横からこう出てるんで。ここはね、印象がいいです。はい。で、まあ、両面テープはね、まあ、好きなところに貼ればよろしいかなと思います。ペタッとね、いろんなところにつけられます。はい。
ここのとこにこう分解してる時のこの石、この奥の方に入ってるんだね。いや、かっこいい三連ね。で、ここのところがそれぞれ、はい、オンオフのボタンがあります。これがね、すごいしっかりしてる。あの薄いボタンのペコペコじゃなくて、もうこんなに出っ張って、はい、これだったらわかるよね。これ今あの引っ込む出てくるのってボタンだね。これね、ボタンです。はい、引っ込む出っ張るではなくてボタンです。これだったら確実にわかるね。ね、押したっていうのがわかるよね。はい、でここに USB があるので、まあ、これがメインになると思います。今の時代はね。はい、じゃあちょっと実際に車に行って使ってみましょう。はい、それではね、ちょっと車の中めちゃめちゃ汚いけれども、ちょっと使ってみたいと思います。で、よいしょ、デミオはね、ここにあるんだね。で、これが奥まで入れば、どんな車でも使えます。よいしょ。あ、来た。来たー。ね、綺麗なブルーの LED で、おー、すごい。ね。はい。まあ、真ん中がこれ光るんだね。かっこいいね。はい。それじゃあね、スマートフォンなんかを充電する方が多いんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、このね、スマートフォン。よいしょ。で、これ、こうしたら、これね、まずオンにするんだね、これね。あ、こっち光った。ほら。こっち光った。ね。光って、これを見てみましょう。あ、これ、あれだ。充電用じゃないのか、これ。充電用じゃないんだね、これね。これがダメだ。これ、奥行かない。よいしょ。長さが短い。よいしょ。で、足行った。はい。そんなわけで、これめちゃめちゃ短いんで、充電用じゃないんで、データ、これね、外れちゃうんだね、これね。よいしょ。これダメだ。これ捨てよう。これ捨てよう。これはもうカットして捨てよう。はい。そんなわけでね、もう、使えない無ケーブルはね、してます。はい。そんなわけでね、新しいケーブル、もうこれ L 字になってるやつね。これを持ってきました。はい。じゃあね、ちゃんとしたのを使おうね。よいしょっと。はい。今、こっちはね、オンになってるので、はい。そのまんま使うことはできました。ね。で、急速充電はできないけども、通常充電でこのようになっております。でね、はい。ここのところに今、バッテリーがどれぐらいあるのか、ね。13.9V だね、これね。うん。はい。こうやってね、調べることができます。で、今これ、ちなみになんだけども、今、このビデオカメラ、これね、これもついでに、よいしょ。はい。で、これも、こうするとね、はい、オンになって。ね、使ってるところはこうやってこう、オン、オフになるんだね。これ、かっこいい。真ん中が光るっていうか、これ、オンになってたんだね。はい。こういうことなんだね。だからこっち側を、まあ、これは今、オンにしないと撮影困るけど、こっち側の隅っこの方ね、これをオフにします。消えてるよね。で、オンにすると、これ充電が開始されるんだね。おそらくね。うん。ということだと思うんだけど、あ、違うか。これはあれだ。ここだ。ここ。この3つと連動してる。だってこれ3つあるんだもんね、これね。はい。だからこれは全く関係がないということでした。あくまでもここの脱着だよね、これね、うん。ここしっかりしてるよ。抜けにくいです、これね。はい。そんなわけでいかがでしょうか。まあ長さもね、これぐらいあれば、まあ十分じゃないかなと思います。かっこいいよね。こうやって光らせることができるから。ね。ほら。三つね、買って光ることができまーす。はい、じゃあ、戻ろうか。ね、気になるのはお値段だよね。はい、戻ろう。はい、それではね、お値段の方、ズバリ行きたいと思います。お値段、リーズナブルだよ。せーの、ドキューン。はい、ということでね、今ね、ちょっとこう整理やってるんだけどもね、でいっぱい売れてるんだね、ほんとね。はい、今お値段ね、整理やってて、1435円となっております。お値段安いよね、これね。詳しい内容はこの Amazon のリンクを見てみてください。
最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバーイ。